全国の映画館では毎週新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマアンリアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinema and DS review about? Movie Watchmen.ここから夜11時直前まで映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメン。いつの間にかコーナーの名前がムービーブッコメンから戻っております。よかったよかったね、凶悪な感じから戻っております。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するこのコーナー。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシーンを回して決まったこの映画、そして父になる。誰も知らない歩いても歩いてもなどで知られる是枝裕和監督の最新作。子供の取り違いを通じて出会った二組の夫婦とその子供たちを通じ、家族とは何か、親子とは何かというテーマを静かなタッチで描き出す。主人公の裕福な夫婦を福山雅治と小野真知子が、もう一つの夫婦をリリー・フランキーと牧陽子が演じている。第66回カンヌ国際映画祭審査員賞ということでございます。はい、ということでこの、ね、そして父になるも見ましたというね、リスナーの皆様の感想、ウォッチメンからの感謝報告、いただいております。ありがとうございます。メールの量普通。あ、そうですか。結構ね、そのカンヌで審査員賞を取ったりとか、ね、福山さんが、なんと是枝作品にってのがあって話題作なんで、みんな見てるかと思いきや、ちょっと、前評判からするとちょっと少なめとすら言えるかもしれませんね。そして賛否で言うと、賛が、褒めてるのが7割弱。あ、そんぐらいですか。ほん。丁寧なキャラクター描写、抑制の効いた演出、役者それぞれの演技も素晴らしい。作品が訴えてくるメッセージ、主人公の成長に涙、子役たちの演技が自然すぎてすごい、など、などが絶賛派の主なポイント。邦画では今年ナンバーワンとの声も多くあった。一方で、ネガティブな意見もございました。福山雅治だけ浮きすぎ、リアリティを感じられず物語にのめり込めなかった。いろいろと説明不足で感情移入できない、などの意見も、3割、今日あったということですよね。だからね、ですかね。はいはい。ではちょっとですね、ご紹介いたしましょう。代表的なとこ、今日はね、いまいち派からご紹介しましょう。ラジオネームクライングモーガンフリーマンさん。私には映画の設定と同じ来年小学生になる6歳の息子がおります。なので余計に自分に重ね合わせて見てしまうのだろうと、もう泣く気満々で劇場に足を運びました。感想としましては、普通というか正直面白くありませんでした。とにかく全体にわたってわざとらしい薄っぺらい親子描写、ストーリー展開で一向に物語に入れず、かなり辛辣ですな。最後まで薄ぼんやりしたまま終わった、そんな印象です。子供の取り違いという、もう目の前が真っ暗になるような考えもしなかった事態に陥った驚き、悲しみ、絶望というものが画面からほとんど感じることができなかったです、というね。で、まあいろいろこう、ディテールに触れてね、ご意見を書いていただきつつ、仕事人間で子供、家庭のことにあまり関心がなかった男は父親としての自覚と責任、愛情を持ち、本当の意味において父になるというテーマと、子供の取り違いという悲劇的な問題を乗り越えていくというテーマを二つ合わせてしまったことが、何が言いたいのかはっきりしない映画になってしまった原因ではと思います。ああ、なるほどね。はあ、はあはあ、はい。一方、じゃあ良かったという方、ラジオネームザクレロさん。僕はこの映画の家族のように、血の繋がってない子供を育てています。ほうほう。もちろん取り違いのようなことではなく、単純に妻の連れ子というだけですが、それにしても描かれている物語には共感するものがありました。二つの家族が本当に自然な芝居をしているのが印象的な中で、はっきり言って終始主演の福山雅治だけが物語の中で浮いています。そこをマイナスポイントと捉える方もいるでしょうが、僕はむしろそこを評価したいです。というのも、この作品の中の福山雅治扮する主人公は、父になるという意味を理解していないがゆえに、ずっと物語の中で自分の居場所を探している人物です。だから劇中で描かれる家族、ひいては物語の中で浮いて見えるのには意味があります。実際僕も結婚した当初は、妻と子供たちの血のつながった親子の関係の中に入っていけず、自分の居場所を探して家族から浮いていると感じることがありました。そのあたりの心情を巧みに表現していると感じました。そして最後に、父になるということの入り口に立ったところで物語は終わります。もしこの作品が描かれば、そこには居場所を見つけ、家族に、物語に、家族に溶け込んだ福山雅治がいるのではないでしょうか。余談ですが、この作品を一緒に鑑賞した中学3年生の息子は号泣名演でした。そして映画を見る前よりも、なんだか僕にまとわりついてくるようになりました。あら、ちょっと、この手紙にうるっと来てしまうような、感じじゃないでしょうかね。はい。あと、まあちょっともうちょっと紹介したいけど、ちょっと僕もね、言っていい？おほほほほ、はいはいはい。ということで、そして父になる、行ってみましょうか。
新宿ピカデリーとかで、僕結局ね、なんだかんだで3回ぐらい見てる、ね、3回見てます。はい。という感じですかね。監督、脚本、編集、是枝裕和さん。まあ、この番組ではね、当たるのというかね、扱うの初めてになるのかな、なりますね。確か前作のあの、2011年の奇跡が、才能目には、知りません、才能目には入ってたんだけど当たらずみたいな感じだったと思うんですけどね、そうじゃなかったかな。はい。まあ、とにかく初めてなんでね。是枝さん。まあ、おそらく、今日本の映画監督で最も世界的に、ストレートに評価が高い人って言って、まあ、あの過言じゃないと思います。で、まあ僕本当にそれも当然だと思ってます。僕も毎回作品を見るたびに打ちのめされます。全然日本映画で要するにそのなんていうのかな、日本映画だからとかって。なんか言い訳ね、あともしくはその日本の表現だからなんていうんですか、ラップも含めてですけど、なんか言い訳聞かねえなとか思って打ちのめされるんですけど、本当に元々はテレビの、社会派ドキュメンタリーね、を撮ってたような人ですね。はい。だからというべきかですね、まあ、の長編、劇映画、まあ、デビューされてから、幻の光でデビューされてからも、まあ、何かしらどっかしら、大なり小なりドキュメンタリー的な手法だったり、あるいはドキュメンタリー的な視線姿勢みたいなものが入ってきていて、それがまあ異常な生々しさであるとかリアルさ、そこで本当にその人が生きている感っていうんですかね、はい、みたいなものを生むというあたりが、まあすごい大雑把ですけど、これら作品、まあ長所というかね、特徴じゃないでしょうか。例えば、これまあほとんどトレードマークっていう風に言っていいと思いますけど、まあ、演技の素人ね、まあ、例えばワンダフルライフなんかでもね、演技の素人、使ったりとか、特に中でもやっぱ子供ですね、子供の使い方、一体どうやってるの、どうやってこんな自然に子供が子供のまま、子供らしく子供がこうするであろう感じで、なおかつ物語の中に収まるなんてことができるのっていう、子供の使い方。まあ、実際その独特の演出があってですね、その脚本は渡さずに、事前脚本を渡さずに、その場で口伝えで、まあ、子供にこう演技させて、なおかつ、まあ、ちっちゃい子だったりして、こうちょっと想定外のこと、予定にないこととか、セリフ通り言わなかったりとか、っていうことも含めて、例えばその受ける大人の、演者さんにはそれを、もう想定外のことが起こっても、それも想定内で受け止めて演技を続けるみたいな、そういうこう、半分ドキュメン、やっぱドキュメンタリックな撮り方にね、そういう演出を取り入れてたりするというのがあります。で、まあ、子供使いがすごいっていう意味では、やっぱり、これもね、カンヌで、ヤギラ・ユーヤくんがね、史上最年少の、最優秀主演男優賞を取って、まあ、超話題になりましたに、もう2004年になるんですよね、誰も知らないというね、がまさにそうだったわけだし、あれ、ヤギラくんも、まあ、確かにすごいんですけど、あれ聞いてんの特に次男だと思うんですよね。今回で言うと、流星くん的なっていうか、ちょっとコントロール不能側の子供が、いい塩梅で入ってるから、あー、ほんとっぽい上に、いやー、これ演技ではないもんな、みたいな風に見えるっていうね、であるとかですね。あるいはまあ、例えば、そのさっき名前出しましたけど、前作2011年の奇跡というね、作品をして。これ、実は僕、是枝作品毎回劇場で全部見てたのに、これだけ見逃してて、この機会にようやく奇跡を、ちょっとみんな、ようやく落ち着いて見たんですけど、これも、半端なき大傑作でしたね。今回の映画は、まあ、後でいろいろ言いますけど、まあ、ある特定の大人目線の作品だからこそして父になるは、子供側の目線というのはまああんまりないわけだけど、子供目線を補完したい人とはぜひ、こうセットで奇跡見てください。もう多分そして父になるとセットで見ると、子供は子供で頑張ってんだよ感みたいなものに、より号泣度が増しますよね。俺多分その順番で見たから、もう奇跡見たら、涙で目が、出るかと思いました。ボチョーって。ボチョーって出るかと思う、クライマックスで。はい、そんぐらい素晴らしかったです。はい。で、もちろん今回のそして父になるにも、もちろんその、子供、見事な子供の自然な演技っていうか、なんていうかっていう、要素、もちろん大きいですよね。はい。要はその、その人がそこにいること自体っていうのの説得力っていうのかな。もう、そこのカメラの前に立って、そこにいることそのものが、もう、だからキャスティングが大きいんですよね、やっぱね。多分ね、そのチョイスによって、すでにこう説得力がもう、8割方出てるみたいな、そういうことなのかなとか。だからその、是枝作品の子役というか、子役って言いたくないんだな、子供たちの映り方見てると、まあ今日のね、小牧根くんの特集にもちょっと通じるってか、後で聞きたいですけど、いい演技ってなんだろうってことをやっぱり考えちゃいますよね。いわゆる、うまい、ちょっとかっこつけで言いますけど、うまいって見える演技より、いやー、どっちがいいとか悪いじゃないんだろうな。多分作品の、
作品によるんだろうけど、はい、というごめんなさい、そんなことも考えちゃうような凄さがある。でまあ、とにかくですね、そういうまあ、手法そのものがそもそもドキュメンタリー的である、ドキュメン手法そのもののドキュメンタリー性というのはもちろんのこと、さっき言った、まあ、子供っていうのは要はね、いくらその子役として連れてこられてるような子でも完全にはコントロール不能な存在、特に小さければ小さいほど、でそこから生じる想定外の何かっていうのがあるんだけど、その想定外の何かすらも世界のありようの一部として受け入れるというその姿勢自体がドキュメンタリー的と僕は感じるんですよね。この是枝さんの作品は考え方がもうドキュメンタリーっぽい、世界に対する解釈の仕方、捉えようと仕方がドキュメンタリーっぽいで、今回ですね、その是枝さんが書かれたエッセイ集歩くような速さで、これポップラ社出ました、ポップラ社ジェンスね、私たちが結婚できないのに101の理由があってだな、でおなじみポップラ社、から出てるこの歩くような速さで、このエッセイ集すごい良かった。読んでて思ったのは、そういう、こう作品作りを通した世界の見方みたいのが、僕ね、読んでて、あれこれなんか僕の知ってるあの人に、まあ、具体的には、相田和弘さんにちょっと似てるなって思いました。是枝さんのいろんな考え方が。要は、まあ、そのドキュメンタリー作家としてのスタンスも似てるし、ドキュメンタリー的な作家としても似てるし、すごく、こう、なんていうんですかね、言っちゃえば、真っ当なリベラルとして、リベラルが ゆえに、決して一箇所で思考を止めない誠実さみたいなもの。要するに、一旦リベラルとして一つの真っ当な正解を出しても、それすらもやっぱり疑ってどんどん行くというようなね。なんかその誠実なこう思考のあり方みたいなものも、すごい、要するにその一旦自分が正解を出したことをまた警戒するっていうか、正解が出た分警戒するみたいな、その誠実さみたいな。そういうところが僕ね、相田さんとなんか通じるところがあるなと思いました。はい。でも、この詩の考え方とかね、この是枝さんの考え方、知れこの本で知れば知るほどやっぱ尊敬の念が、深まる、これはいい本でしたね、すごくね。はい。で是枝さんすごいのはですね、そういうドキュメンタリー的なその生々しさというのはもちろんその画面の隅々まで称えながら、同時にほとんど全てのセリフ描写に、でもそれは説明的では全くないやり方で、要するにその言葉的な意味での説明ではないやり方で、実は無駄なく後々のお話に機能していくっていう、すげえ超高度なドラマ構築も同時にしている、すごく、要するに自然にいろんな想定外なことが起こるというドキュメンタリー性と、周到に準備された物語の語りのそのテクニックっていう、これが同時に両立してるっていう離れ技ですよね。それができるとこが本当にすごい。だからごく自然な、本当にアドリブなんでしょどうせって思ってるようなやり取りが、ああ後から、あれそういうことなんだとか、後からすげえ重い意味を持って立ち上がってくるみたいなのが是枝作品見るとすごくいっぱいあるというね、こういったあたりもすごいところだと思います。はい。でですね、例えば僕は是枝さんの作品で、過去作で一番好きで一番何度も見てるのが歩いても歩いてもという2008年のですね作品がございまして、これスチャダラパーしんこちゃん、マキ君追悼イベントで話したしんこちゃんも一押ししてましたけど、あれすげえよなって話してて、なんかまさにその、こちらどっちかというとフィクション寄りの作品なんだけど、そういうのの真骨頂、もうドラマ的な構築度みたいな、いわば本当は恐ろしい家族の話っていうかね、すっごくミニマムで地味な、まあ、元リアリズムっていうか、その、まあ、ありね、その、そこら中でやってそうな話なんだけど、それは同時にものすごく怖い、胃がキリキリと痛むようなサスペンスでもあり、とってもミクロな話なんだけど、世界中誰でもが自分のうちなら、みたいなことを考えてしまうような普遍的な話でもある。というような、要は、淡々として見えるけど、実はクソハードコアなホームドラマ。そういうのの名手でもあるっていうことですよね。はい。で、まあ、この本、ね、先ほど言ったエッセイ集歩くような速さでも書いてある影響を受けたという、例えば向田邦子であるとか、あるいは山田太一、敵でありというようなね、今回、序盤でさ、福山さんがさ、嫌味なセリフ回し、ちょっと俺、若干山田太一ドラマイズムを感じたんですけどね、ちょっとね、辞めた人間のことを気にしてられるか、この、られるか、あと、二人で甘やかしてどうすんだって、これ、ね、これ例えば不揃いのリンゴたちとかで岩田とかが俺がすっげーカチンとくる時の言い方ですけど、そういうちょっとリズムを感じましたけど、とか、そしてもちろんね、そういう偉大なその日本のホームテレビのホームドラマの名手とのその影響もあったりとか、もちろん小津安二郎をはじめとして、それこそ日本が世界に誇るお家芸だったわけですよね、実は怖いホームドラマみたいのは。はい。なので僕、歩いても歩いても最初見た時に、あ、それこそ先週の凶悪がね、その実録犯罪者が世界にこう勝負できるジャンルなんじゃないかって言ったけど、いや、
怖いハードコアなそのホームドラマ、歩いても歩いても見たときに、あ、世界にこれなら勝負できる、やっぱこれなって思った、のを思い出しましたというね。で、面白いのはですね、歩いても歩いてもね、とか、あとテレビドラマ、ついこの間もやってた Going My Home ってありますよね。歩いても歩いてもと Going My Home、どっちも主演阿部寛さんですけど、が演じた役、そして今回のそして父になるで福山さんが演じた役、どれも役名が、良いことが多いと書いて、良太っていう役名なわけですよ。で、それぞれキャラクター、性格付けはちょっと違うんだけど、共通してるのがあって、どれも、非常にですね、まあ父の権利とか言って、普遍的な、つまり昔ながらの強い父っていうのがいて、それに対して強烈な反発を抱きつつも、否定しがたく強い影響も受けているっていう、まあコンプレックスを抱えている、まあファザコン的なね、今回も劇中で言ってましたけど、というキャラクターで共通してる。どれも役名が同じで、ファザコンで共通してる。強い父に対するコンプレックスで共通してる。そして、Going My Home と、そして父になるは、どちらも夏柳勇が夫の強い父を演じてるわけですよ。当然繋げて見ちゃうわけですけど、で、なおかつですね、その Going Home、Going My Home 最終回、お父さんのヒゲにまつわるあるエピソード、あるちょっと描写が出てくるんですけど、それはさっきから言ってる、歩くような速さでエッセイ集に書かれてる、是枝さん本人のお父さんとのある思い出が、その実人生の話まんまなんですよ。だから、まあ、良太って名前がついてるキャラクターは、どっかしら監督自身のお父さんとの関係性みたいなのが投影された主人公なのかもなというふうに、思って見ちゃいますよね。まあ、その良太って名前自体は実際後輩の名前から取ったっていうことらしいですけど、はい。で、そういうなんかこう、強い、古き、まあ古い方の強いお父さんっていうのに反発を感じながら、でも、あなたでもその一番嫌ってるお父さんにぶっちゃけ似てるよっていう人は僕の知人でもやっぱ全然いますよね。思い浮かぶ限り二人います。なんでね、という。まあ何の話かっていうと、とにかくですね、そういう、今まで言ってきたようなね、一つはドキュメンタリックな手法、そしてドキュメンタリックなそもそもの根本的な姿勢、世界に対する姿勢、特にまあ子供の使い方、見せ方が印象的なそういう、ドキュメンタリー性。あともう一つは、表面上淡々としてても水面下ではキリキリと胃が痛むような、こうサスペンスが繰り広げられるような怖い、ある意味これぞ正統派なホームドラマみたいなね。まあそういう、まあ是枝作品二大お箱というか二大トレードマークみたいなのが今回の、そして父になるは集約された一作である。というふうにも言えるんじゃないでしょうかね。はい。で、その上で、割と早い段階で、今回の、そして父になるは、割と早い段階で、割とこう、はっきりした物語的な、まあ、葛藤ですよね。を打ち出してくる。で、それに伴って、あえて、割と人物配置が分かりやすい、ちょっと、あえて分かりやすい図式化を見せてるところもあって、そういう意味では、是枝作品としては、格段に、分かりやすく面白さが打ち出されてる。面白さ、ちょっと不謹慎な言い方もありますけどね。面白さが打ち出されてる施策にもなってると思います。非常に分かりやすい作品になってる。今不謹慎なって言い方しましたけど、要するに元になってるのが実際にあるような事件だからですね。ご存知の通り、まあ子供取り違えっていう、まあこれは現実に多数あったし、そしてひょっとしたら今もあるかもしれない。まあ深刻な事件なわけです。まあ参考文献としてクレジットされてますよね。ねじれた絆って、これ文春文庫で、読みます。僕、Kindle でも読みましたけど、これノンフィクションとして、これも素晴らしかったです。本当すごかったけど、これ読んでると驚いちゃうのは、これ実際の話ですよ。取り違えられちゃった子供さんで、いろいろ大変なことを経て、まあ大人になって。で、それ自らがもうお母さん、子供に、を産むっていうところで、まさかの、まさかまた、あわやまた取り違えが起きかねないっていうエピソードが入ってて、それちょっとびっくりしちゃって。だからひょっとしたら今もまだ全然起きうる、話ではあるんですね、子供取り違えね。それはちょっと見てて読んで思いましたが、ただ、ちょっとここ、注意していただきたいんですけど、今回の映画に関して言えば、その子供取り違えという件は、あくまで物語上のモチーフであって、決してその取り違えという社会問題を描こうとか、取り違えという社会問題について考えましょうという作品ではありません。というね。実際そのノンフィクション、ねじれた絆読めばわかるけど、二つの家族の関係性あり方とか、全然事情が違いますから、今回の映画で描かれてるのとは。全く違う。なので、例えば、さっきも出ました2004年の誰も知らない。あれもね、実在の事件がベースにはなってる。西菅も子供4人置き去り事件というのがベースになってるけど、結果としてはそれはあくまでモチーフになって、全くこうフィクションとして創作された作品になったバランスとちょうど同じということだと思います。ちなみに、誰も知らないの DVD に封入されている小冊子に、是枝さんのその演出ノートっていうのがあって、そこで、実際にある事件、
ていうのと、その今回フィクションにどう自分が昇華させたかという、是枝さんなりの、実際の事件とフィクションというのの考え方がその、誰も知らないに入ってるブックレットでちょっと読めますんで、ちょっと興味ある方それ読んでいただきたいんですけど、はい、なので、ねじれた、まあ、今回ねその映画化にあたってちょっとゴシップ的な話で、ねじれた絆、そのまあ文春文庫のそのから出てるその、参考文献の扱いをめぐってなんか多少ちょっと揉め事がありましたよとか、あるいはそのねじれた絆で描かれた当事者の取り違えられちゃった方、当事者の方が若干その映画の内容に不満を漏らされてるみたいな、そういう、ちょっと若干ゴシップ的なこと報じられてますけど、でそれぞれそれをおっしゃる、そういうふうに感じられたりする事情っていうのは、あ、なるほど、それはそうかもっていうふうに理解はできるんだけど、今作の映画そのもの自体の価値とは僕は直接は関係ないというふうに、思っています。はい。じゃあ何なのかと。じゃあ今回の映画は何なんだって言えば、平たく言えば、この要するに子供取り違いという物語的な葛藤を通じて、何が家族というものを成り立たせているのか、何が本当には家族というものを成り立たせているのかという、根本的には、まあ、根本的な問い直し。だからまたしてもすごく恐ろしい問い直しをする、まあ一種の偶話ですよね。だからこそさっき言ったちょっと、あえての図式的な対比みたいな、要するに二つの家族の経済的な違いとか、そういうあえての図式的な対比とかをして見せているという、ことだと思います。中でも特に、その家族というものの在り方を問い直す話なんだけど、中でも特に父親っていう、今となっては非常に立ち位置が微妙な役割、についての問い直しですね。で、さっき非常に、さっき言った非常に普遍的な、つまり昔ながらの強い父親像というのが、というのを言いましたが、それが成立しなくなった。少なくとも成立しづらくなった時代ということです。今となってはっていうのは。で、その分要は、今という時代は父親という役割の人工性っていうんですかね。それが際立っちゃってるわけですよね。はい。だからこそ子供が生まれたずっと後になってようやくそして父になるっていう話になるっていうことだと思うんですよ。要は、お父さんっていうのはちゃんと考えたり頑張ったりしないとなれないっていう時代っていうか。はい。で、ここで聞いてくるのが、はい、すいません。今日の一番本質的な部分ですけど、福山雅治さんというキャスティングなわけですよ。で、これ福山さんが今回のそのね、話になった時に、うん、僕はでもその父親に見えないと思うんですけど大丈夫ですかってこう、是枝さん聞いたら、いや、だからいいんです。それでいいんです。っていうやり取りがあった。まさにそれだと思うんですよね。先ほどのメールの僕も同意見です。昔僕シネマハスラー時代に容疑者 X の献身、当然ね、ガリレオというね、福山さんの一大当たり役の映画、劇場版の時に言いました。ね、福山さんは確かにかっこいいんだけど、雰囲気がポップで軽い。で、それは確かに長所となるっていう機会は場面はいっぱいあるんだろうけど、今回のその容疑者 X みたいな重たいトーンの話、には合わないし、なんか映画的なハンサムじゃないんじゃないかという大変失礼な表し方をね。でも僕はやっぱ改めて、特にこの間の真夏の、方程式、真夏の方程式と見比べて改めてそれは、やっぱその容疑者 X の時はそうだったなというふうに思います。逆に言えば真夏の方程式はそこが大幅に解消されてて、ん？何があったんだ福山さんと思ったらこれがあったっていうことかもしれませんけど、はい。で、なんかそういう感じとか、それは別にしてもですね、要は福山雅治さんという人に、というタレントさんに、我々が俳優さんであり歌手でありという人に感じる、要はミスターパーフェクトっぷりですよね。まあなんか超、例えばさ、その人、普段のね、人柄としてなんか超潔癖らしいよ、みたいな、そういうことが伝わってくるようなパブリックイメージ含め、要はその嫌味なぐらい完璧、けーっていう、我々の中にどうしても無意識的にですも生じてしまうやっかみ的反感みたいなのがあるわけじゃん。そういうもの全部ひっくるめて今回の役柄が、ではプラスに機能するっていうことなんですよね。はい。つまり福山さん演じる野々宮良太という、このキャラクター、人物ははっきりイケメンのエリートだから嫌なやつ、ね、イケメンとエリートなのに嫌なやつじゃないんですよ。イケメンのエリートだから嫌なやつとして描かれてるわけですよ。だから福山さんがなんか福山さん風にイケてればイケてるほど、なんだこいつっていう風になって役柄としてはどんどんプラスに機能するっていう、おいおいなんだよこれ、結局イケメンのスーパースターが挑戦する役としては完璧じゃねえかっていう一回りして結局やっかむっていう、まあ、それはいいんだけど、だからね、それがうまく見事なね、狙いすましたキャスティングだと思うんですよね。はい。ただ大事なのはですね、この嫌なやつなんだけど、徹底して嫌なやつとして描かれるんだけど、決してだからって、や、悪役ではなくて、むしろその嫌なやつである彼の視点で物語は進んでいくんですよ。もう全然彼の視点で進んでいく。で、要はこの、そのさ、映画のジャンルで言うと、アダルトスク
ヤングアダルトとかさ、ああいうさ、どっちかっていうとダメな主人公、イケてると思ってんのはおめえだけだよっていう、ダメな主人公の行動を我々は、あちゃーと思いながら、いたたたたたたと、こう思いながら、でも、ああ、でもまあ、俺の中にこういう面は確かにあるぞ、いたたたたは自分にもブーメランで帰ってくるみたいな。で、最後、そいつの微妙な成長を、我がことのように喜ぶみたいな、そういうタイプの映画です。だから、本人以外は全員ダメ野郎だと思ってる映画っていうか、ことですよ。はい。で、あとですね、是枝さんが素晴らしいのはですね、例えば、冒頭、もう冒頭のシーンですよ。いわゆるお受験をするね、要するに名門女子、小学校に入ると、そういうお受験のシーン、そこだけで、もう非常に自然なやり取りですよね。そのね、冒頭ですからね。冒頭だけど、自然のいくつかの、やり取りだけで、このね、例えば、りょうたという人物の考え方、育ってきた背景、そしてその後の物語で機能していく伏線、そのすべてを説明台詞ではなく、きっちり観客に伝え切るという。その手際があるわけですよ。スマートっていう。例えば、もう最初の、一番最初のとこですよ。最初の面接してますよね。あの受け答えだけで、ね、あそこの受け答えで、りょうたが何を答えるかっていうところだけで、例えば、本当は自分には似ていないと、なんとなく感じているという件であるとか、この本がね。あるいは、強さ。つまり、昔ながらの普遍的な思考性を持った人物であるよとか、これが伝わってくるわけですよ。最初の面接のシーンだけで。で、その後ね、小野真知子さん演じる妻の緑さんと、こう、まあ、ちょっとやりとりするの、そのセリフ、緑さんがこう言いますよ。変わったって聞く。もうこれだけで、あ、つまりこいつはこの名門小学校に通ってた。つまり自分と同じエリートコースを歩ませようとしている親の都合派、であると。で、なおかつ、この奥さんは違う。育ちが違うっぽい件であるとかですよね。で、夫との微妙な力関係の差の感じ。夫が何かこう勝手にやって、妻が困りながらついていく関係性。こんなのも示されて。で、そこから、息子の啓太くん。この啓太くんのっていうのは、これ演じてるの二宮啓太くんって、これ半沢直樹のね、息子さんのやつだったらしいですね。啓太くん来て。で、啓太くんにね、さっきの面接の受け答えで、キャンプに行ってお父さんとたこ揚げやって、で、キャンプになんか行ったことないのに、みたいな。そして、たこ揚げってキーワードが出てくる。つまり、もちろんこれは後半にある重大な展開があって、これの伏線になってるわけですよ。こう見てる時点ではそんなこととは思わないから、後で見ると、あの時の、あれが、みたいな風になるし、それと同時にですね、この映画全体で繰り返し浮上するある、こうテーマというか、ある、モチーフがあって、家族というのはそれぞれがあるロールを演じることで成立するものだっていう、この作品で繰り返し浮上するある裏テーマが、ここですでに浮上するわけですよ。つまり、彼らはお受験で理想的な家族像を演じてみせるというのの場面なわけじゃないですか。だからこの、作品そのものが伝えている裏テーマもここで提示している。冒頭のまだ数分ですよ。しかもその間非常にね、ムードとしては非常に静謐なムードなのによく見るとカメラがゆっくりと動いてて、なんか観客の不安をこう、なんかこう煽ってくる。このカメラ、これ捉えてる撮影の滝本さんという方、長編映画初らしいですからね、すごいなこの人なとか、同時に加えて音楽、グレン・グールドが弾いてるこのバッハのゴールドベルク変奏曲、これ羊たちの沈黙でレクターが聴いてる曲だってね、あれですね、キネマ旬報で轟幸男さんというね映画評論家の方が、この曲は大意報で作られてる曲なのでこういう機能があるんじゃないかと、これも非常に新鮮な解釈でしたけど、こういうのが流れ、つまりこの冒頭数分でもうすでにこの情報量が見事に、しかも全く説明的ではなく入っているという、ことほどさようにですね、久しぶりに言いました、ことほどさようにね、是枝作品というのは、いわゆるセリフとか言葉の表面的な意味以外の部分でも非常に重要なことを伝えまくってる。そこの情報量もすごく多い。って、それが映画じゃいっていう、ことなんだけどさ、という。なので、ぼーっと見てちゃダメっていうね。能動的にやっぱり考えないと、取りこぼすところが相当出てくるという。そういうところも僕、ソーダ作品と通じるな、というね。ソーダドキュメンタリーと通じるな、と。ソーダさんと会ったら絶対意気投合すると思うんだけどね、これださんね。はい。という余計なお世話。はい。で、そこで描かれるね、豊かなディティールの中で描かれるその鋭さ豊かさみたいのは、
もうここで語り尽くしてたらとても時間に収まりきらない、もう細かいこと言ったら収まりきらない。例えばね、この取り違いが起こった両家の経済状態とか、家族っていうものに対する考え方の違いを示す、例えば美術であるとか、衣装であるとか、衣装、例えばさ、リリーさん、要するにあんまりそんなに金持ちってわけでもないというような、ね、地方で暮らしててというリリーさんが最初に着て登場するチャックのシャツとダウン、あの両方のオールシーズンな着回しっぷり着回すなーっていう感じとかさ、あとはまあそのちょっとした小道具であるとかね、例えば、一回入れ替えて子供たちを入れ替えてみると置いてあるおもちゃの種類とかの違いみたいなものがやっぱ際立ってきて、そこにも教育方針になるものの差が出てくるとかね、はい、ことじゃないでしょうか。あるいは例えば、主人公の亮太の夏柳さんを演じる、さっきの、ちょっとこう強権的なというかね、古いタイプのお父さんの今のうち、昔はひょっとしたらそれなりのうちだったかもしれないけど、今はちょっと冷落した暮らし、そのうちに亮太のうちと同じくちっちゃめの観葉植物がこう置いてあるみたいなね、こういうとこもやっぱだから部屋の片付け方みたいな親父に叩き込まれたんでしょみたいな、僕の知ってね、若干知ってるね、人みたいなね、そんなような人とかね、こういうのあるなみたいな思いました。もちろん自然そのものとしか言いようがない、子供たちの表情、もうね、もうそれをいちいち拾っていくとしょうがない。特に僕あーって思っすげーなーと思ったのは、初めてこの取り違えられた両家があって、ショッピングモールのフードコートで、これはもちろんね、あっちの飲み屋家金持ちの方はまずこんなとこは普段来ないよ、行って、そこで流星くん、要するにまあリリーさんと牧陽子さんの方のまあ、ちょっとこう、ね、そっちの経済的にはそんなに、高くないようなうちの子供の方ですよ、流星くんが、こうコーラをこう飲んでるんだけど、もちろんそのストローを噛んでるとかね、後で分かりやすく出てくるディティールもあるけど、そこの時の表情がこっち側にから見ているその亮太およびその野々村家の知らない大人がいるけど、でも僕は気にしないてはいない風に見えるようにみたいな、子供の大人の目を意識してないふりをする時の子供の虚取り感みたいなものまで表現されてて、一体これはど、何なんだっていう、はい、とかね。あとはその流星くんのね、なんで？なんで？あれ本当にね、実際このあの子がオーディション来た時になんで連発したからそれを、取り込んでいるとか。あとでもだんだんなんだかんだで野々宮家にしばらくいたら、なんだかんだで音、なんか垢抜けてる上に、だんだんおとなしくもなってきとるやないか、かんとか。なんかね、その感じとか、絶妙な塩梅があったりとかですね。あの、ヤマトくん可愛いね、次男のね。あれは動物ですね、まだね。あと、やっぱり、あっちの野々宮家というかね、ケータくんというね、お利口さんというかね、あっちの方、表情があんまりこう分かりやすく表に出すタイプじゃないだけに、時折見せる、笑ってるの？泣いてるの？笑ってるような泣き出しそうなみたいな表情にグッとくる。例えば、最初にお泊まりさせられるときに、車をこう見送るときの、泣き出すまではいかないんだけどな表情とか、あるいは、ね、お母さんにこのままどっか行っちゃおうかって言われたときの、すごく不安げな、あの、泣き出すの笑ってるの？みたいな表情とか。あと、回転ブランコでね、お父さんとこうやり出すときも、やっぱ不吉な匂いを感じて、でその不吉な匂いを感じるのがカメラ上げようかって言われて、非常に不吉なものを感じていらない、これ受け取ったら終わりだって分かってるなって感じとかですよね。はい、素晴らしい。でね、ここが大事なところだと思うんですけど、まあ、映画を見てる間中、そういう子供たちも可愛いし、すごくその、豊かなディテールがあるから、そこをまあ我々集中して見てるわけですね。子供たちを見るということに我々観客も、そして大人たちも、まあ、その集中してるわけだけど、クライマックス中のクライマックス。まあ、これネタバレしないように言いますけど、要は、デジカメを福山さん演じる亮太が、デジカメに映されたこう画像を見るという場面があって、まあ、一番感情的にはぐーっと頂点に来る場面ですよね。ここで、要は、僕たち観客は子供たちを見て観察しているつもりだったのに、そうじゃなかった、自分こそが見られていたんだっていう、まあその亮太のショックであり感動でありっていうのが大きくなるわけですよね。ずっとこっち側が見る側だと思ってたからっていう。でこれってですね、実はあの映画というものの構造にすごく関わってくる話だと思ってて、先週僕凶悪評でやっぱりすごく盛り上がる5億点だって言った場面、要するにこっちが見返されるという、深淵から見返される場面が怖いって言いましたけど、そういう風に、あるポイントで見る見られる関係の逆転が起こるっていう、それは映画というものならではの、その映画というものの特性にこうフィットしたこうスリリングな瞬間なんじゃないか。だからこの場面は物語的な感動と映画というものの特性が持つ感動っていうのとか完全に一致してるから、
あのドカーンっていうその写真を見るだけでドカーンって来るんじゃないかっていうことですね。やばいよやばいよ、この場面本来はカットするかもとか言ったけど出演者のたちの意見で、まあいやそんな話は、はい、というまあ本当はカットするかもって思ってたっていうぐらい、やっぱ是枝さんは非常にとにかく盛り上げを抑制しようとするタイプの作り手だというのは間違いないことだと思います。で、もしこの映画にですねあと1分で終わりだって、この映画にあえて欠点めいたものを僕が無理やりでも見出そうとするならば、例えばですね、あのリリー三家、リリー三家牧陽子さんのあの家庭、佐伯家がちょっと理想化されて書かれすぎてないかなとかあります。ただ、これは前半で、良太が佐伯家に感じる違和感とか嫌悪感みたいなのは決して理解できないものではないし、つまり良太側の理屈も決してそれなりの正論、正当性はあるってことですよね。いい学校に入れたいとかって別にそんなに本当に間違ったことじゃ別にないわけだし、はいはい、締めましょうだって。ちょっと待ってちょっと待って言わせてくれ。その、なぜ取り違いが起こったかとかですね、あーちょっとですねまずいな、こういう時どうしようかね。はい、あ10秒で締めなきゃいけない、全体を締めなきゃいけない、 CM も行かなきゃいけないんだ。ちょっとじゃあここで一旦締めましょう、ごめんなさい。はい、皆さん、イデルギアの構成で申し訳ございません。10時台にありました、ムービーウォッチメン本日、そして父になる、最後ちょっと尻切れトンボになってしまった部分を、ここでちょっと4分ほど使って補足させていただきたいと思います。申し訳ございません。どんなところで尻切れトンボになったかと言いますと、最後の方ですね、でもね、この映画、まあ基本的に大絶賛で来ましたけど、欠点めいたものを僕が見出そうとするのは、まあ 2.5 箇所ぐらいかなと。要は、先ほどから出ましたけど、佐伯家、リリーさんたちのその家族がちょっと理想化されて描かれているんじゃないかというバランスありますが、まあ良太が感じる、佐伯家に感じる違和感とか嫌悪感みたいなものも、まあ、理解できるバランスっていうか、誰にでもやっぱその要素はあるだろうし、良太の理屈側にもそれなりの正論はある、嫌なやつとしては描かれてるけど、というね、バランスがあるから、これは全然ありじゃないのかなという件、あともう一点で言うと、なぜ取り違いが起こったかというのが中盤に明らかにやるんですけど、ここで急激にあのフィクション度が高まるんですね、というで、まあ、その見た時点ではちょっとこう最初そこまで触れちゃうってちょっと違和感を感じたのは事実でございます。ただ序盤のキキキリンさんね、奥さん側のお母さんがちょろっと言ったことがちゃんと伏線になってたりは一応するということですね。はい、でこれもですね、とはいえですね、偶話的にはすごく後に機能してくると、要するにあの良太が、主人公良太が他者の痛みを理解し自分の至らなさをも正しく理解していく過程として機能はしているので、やっぱこれもいや欠点とまでは言えないのではないかとか、0.5 ポイントの欠点は、流星くん、もともとリリーさん家で育てていただいた流星くんが、野々宮家に来てから打ち解ける瞬間があるんですけど、それがちょっと唐突なような気がしなくもないっていうのは思いましたけど、さっきも言いましたようにここは一見楽しそうに打ち解けてるように見えますが、あくまでこれはでも演じてるわけですよね、あることをね、序盤で言ってたあることを演じている、しかもそれが高層マンションの部屋であることで、何かこう地に足がついていないというか、何かの仮想的なやっぱり家族を演じているという構図が際立つような場面になってて、で実際のところその直後にやっぱりそういうそこまで打ち解けたと見えたけどっていうことになるのがむしろ納得の展開になるので、それも逆算的に見てやっぱありだなということで、はい、ということで今 2.5 箇所って言いましたけど、どれも欠点じゃねえよというねことなんでしょうね。はい、でまあ、結末が曖昧みたいなね、感想を持たれる方も多いみたいですけど、それこそやっぱり、この作品が提示しようとした部分じゃないでしょうか。主人公の良太がようやく父になるスタートラインに立った、で、あの先この二つの家族どうなるんだろうね、という件はお家に皆さんそれぞれ持ち帰ってねっていうのがこの映画のまさに着地であって、でそこから意見が千差万別になることこそこの作品が観客に望んでいることでしょうから、ということでございます。はい、ということですね。フジテレビね、フジテレビ作品だし制作作品だし、まあ、まさに世界の亀山モデルってね、で福山さん主演でっていうなんだけど、こういういわゆるそういうタイプの映画の正反対のものもできちゃう。だから僕もう世界の亀山モデルという言い方で何かを揶揄するのはもうやめましたっていうね、とにかく何もかもがハイレベル、だと僕は本当思います。3度見た私が言うんだから間違いございません。瞬きの回数見たらもっと感心するかもしれない、そして本当にあえてこの言い方をさせていただきますが、ストレートに見て僕むちゃくちゃ面白いと思います。ハラハラもするし、もともとすごく分かりやすく面白い映画だと思いますし、いくつかあるギャグポイントとかも最高で、
あのピアノ発表会のシーン俺声出して笑いましたちょっとねとかそういうのもありますね。あのもう嫌われてるよとか、あの気の利いたギャグもありますしですね、本当素晴らしい作品だと思います。ここまでのテンションで、もうお別れだと思いますが、本当ぜひぜひ今かかってる映画の中でも僕はトップクラスで、ウォッチするべき作品だと思います。そして父なるおすすめでございました。